はい、シャックマンです。KOF14 ですね。やってみたいと思います。初めてやりますね。これはアルティメットエディションっていうね、キャラクターが全部出てくるタイプのやつですね。はい。15も出てるんですけどね。15をまだ持ってないんで。14。バーサス。あれ？できないの？このデータのインストール終わってないため。そうなんや。インストールがいる、せなあかんの、これ。トレーニングしかできないやん。チュートリアルとトレーニングしかできないやん。インストールせなあかんのか。インストールってどういうこと？しかもまだキャラクターをだからあれやんな。ちょっと待って。ギャラリーサウンドが追加されました。どういうことこれ。インストール中って書いてあるけど、嘘、20分もかかんの？マジで？ちょっとやってられないなぁ。そんな間チュートリアルとトレーニングやってても面白くないしな、これ。そんなんあるんや。あ、あれか。その20分かかるってわけじゃなくて、あれだけの秒数かかるってことか。16%。インストールしなあかんのこれ。そんな時間かかんの？これは。その間このトレーニングかチュートリアルやっとけってことかい。しょうがないなぁ。しかも京都伊織しか使えないってことか。ボディがアメーゼ、ボディがアメーゼ、ゴリャ、ゴリャ、ボディ
いやすいですね、今日はね。どれぐらい進んでるか。うわ、まだまだやな。あー、そういうあれか。まあでもこんなんね、分かってるからな、大体な。チュートリアルやってもしょうがないもんな。10分ぐらいかかるってことでしょ、これ。約。そんなに待たなきゃいけないのかい。でもこれ、カウントの感じでは、1分かかってない感じがあるんで、30秒ぐらいなのかな、その、あれが。だから、この9分って書いてるけど、実際あと5分ぐらいってことじゃないかなって気がするんですけど。ギャラリーも見れないのか。イオリでやりたいんですけど、あ、そうか、痛恨があれやもんな。コントローラー1個しかねえから痛恨できないもんな。しょうがないですね。これイオリと今日交代できないのか、これ。これ何？立ち。リスタート。これどういうこと？ああ、そういうことか。ああ、そういう意味か。真ん中、どこでスタートするかっていうことね。しゃがみ前進。ガード。カウンター受け身。キャラクターこれ、イオリに入れ替えたらできないのかな、これ。受け身、キーデータ。メンバーセレクトができないな。やりましょうか。はい。やっていきましょうか。ちょっとね、時間がかかりますね、インストールにね。はい、ね、ちょっとめんどくさいとこですね、そこはね。バーサス。チームバーサス、いいですね。うわ、使えるやん、全部。ストリートファイター5は全部使えなかったけど、これは使えるやん、ちゃんと。最初から。あ、ナコルルいる、じゃない、ナコルルおんの？すげえな。KOF でナコルル出てきたん初めてちゃうの。使ってみるか。
ちをアレンジにしてみようか。これ誰？モイモイ。何これ、恐竜みたいなやつがいる。これ何？バース。すごいな、キャラめっちゃ増えてるな。ミアン、ちょっと一通り見てみましょうか。これ新キャラですよね。ネルソン、サリナ、黒人系ですね、これなんかね。あ、でも親帰ってきちゃったな。また次回やりますか。今日はインストールだけで終わっちゃいましたね。ラブハート、ラモンね、ルオン、新キャラ結構いますね。ガンいる、キムもいる、タンフールもいるんや、ミョウテン君、ケイダッシュも出てくる、クーラね、マキシマ、ラルフ、イカリチームですね、これね、レオナ、はい、あ、ギースもいるんや、ビリーカーン、ハイン、ユリね、ロバート、リョウでしょ、チンゲンサイに、ケンスー、ナコルル。あーと、親帰ってきちゃったんで、また次回やりましょうね。はい。残念ながら、インストールだけで終わっちゃいましたね。また次回やりましょう。オルズワルドとハイデロン。リュウ、山崎もいるんや。ウィップ、アントノフ、バース、バネッサ、ロックハワードもいるのか。ブルーマリー、ナジュド。はい。ちょっとね、キャラクターね、せっかくインストールしたんですけど、ちょっと今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタンとニコニコ動画よろしくお願いします。はい、シロックマンです。今日はですね、こちらやっていきたいと思います。ザ・キング・オブ・ファイターズ、14ですかね。はい。14ですね。はい。前回ですね、こう、前回ちょっとトレーニングモードしかできなかったんですね。読み取りのなんか、その読み込みが長くてですね、はい。データの読み込みが長くて結局そうなっちゃいましてね。ちょっと対戦で少し遊んでみるか。いや、本当に、これ、15が発売されてますけど、14でも十分なぐらい、キャラクターも多いし、いいですよね。カラー選択つっても、あ、白と青、青とかっていうことか。赤にするか。アレンジ、ノーマル、衣装、アレンジにしてみるか。すごいな、贅沢ですね。ちょっと待って、ああ、いたいた。ここにいたか。ああ、バイスとマチュアと同じチームね。パワーゲージマックス。あー、マックスにするか。あ、とか敵も選べるんやね。とか対戦モードやもんね。うわ、アテナめっちゃ可愛いね。
え、これもアテナなん？あ、違うな。あ、サリナって書いてあるわ。そのアテナはなわけないよな。ルオン。チームのと同じチームなんやな。じゃあ同じ条件にした方がいいよね。はい。ランダムでもいいねんけどな。すげえな、めっちゃステージあるやん。インストールしました。ブレイカーつめながら。それじゃあ始めるか。ラウンド1レディーゴー。うわ、やるね。止まった。コマンドリストや。ああ。あれか。あ、そうか、こうやってんな。こう。こう、こうやんな。なんで出ないんやな。あ、負けた。KOF でアテナは、おお、かわいらしい。洋服になってる。アレンジって洋服になってたんや。現代風のナコルになってますね。まさにこれ洋服になれば KOF らしいですね。強い。分かった。はい。おお、めちゃめちゃ可愛い。この二人でもなんか外見似てますね。
やばい。はい。一人で三人倒しましたね。あ、一人じゃないか。量もいたな。これ、あ、そうか。対戦モードやからな。もう一回、メンバーセレクトやね。はい。いやー、楽しいですね。やっぱり、COF は。イオリ使ってなかったな。出番がなかったから。で、敵が、これ見てみようかな。これ何？キムカッファンとどういう関係なんでしょうね。キムカッファンの奥さんかな。ロックハード、どんな感じか見てみたいですね。ギースも見てみたいな。これ、ユリですよね。ユリショートカットになってるやん。はい。トレーニングステージか。私のすべて見せてあげるわ。ラウンド1、レディー、ゴー。うわ、ライジングタックルはどのコマンドになってんだろうな。あー、ためやね。下上同じやな。パワーダンクはないのか。パワーダンクなくなってるんや。バスターウルフもあるんやね。パワータンクないんやな。めっちゃ飛ぶとこ打ってくるな。はい、勝った。あらあらあら、
またイオリ使えなかったな。はい。じゃあイオリ一番最初に今度は選ぶか。タンフール、これタンフールの弟子なのかな、この二人は。そんな感じやな。ジース、ジースじゃないわ。な。じゃあロックハワード使ってみようか。はい。まあ、ジースも。使ってみてもいいな。使いやすそうやから。もう普通の格好を見てみたいな。これどんなやつなんやろうな。恐竜みたいなやつもちょっと見てみたい。恐竜の面をかぶってるってことか、あれ。あ、そうか。またこれより最後にしたら、またね、買ってしまったら使えなくなるもんな。はい。より一番最初にしよう。すぐ楽にしてやる。あ、やっぱり被ってるんや。プロレス系かこいつ。ピンク色にねピンク色の今度は和風バージョンでねなってますね。三段笑いですね。なんだこいつは。化け物やな。
強いなぁ、ギースやっぱり。あ、もう終わっちゃったか。じゃあこれでちょっとストーリーモードやりましょうか。これやな。いやぁ、やっぱ面白いですね。なんかこの14でも十分な感じがするよね。まあでもそのうち15も買うと思いますけど。ここでストーリーモード選ぶタイミングでこのオープニング流れんの珍しいな。これギースはあれなのか、生き返ったのか。まあもしかしたらパラレルワールドなのかもしれませんけどね、ガロー伝説の世界とはね。生き返ったわけではなくて、まあ夢の共演として、あえてギースを入れてるっていうこともありえますね。よし、これでいきましょう。誰やこの人は。女性格闘家チームやな。いやー、やっぱいいですね。KOF10、13とか、13やってないのに14先にやってるっていうね。持ってるけどやってないっていうね、13は。PS4 版もあるもんな、でも13はな。完全バージョンみたいな。これは新キャラかな？新キャラっぽいな。うわ、何や。うわ。
うわやばい、やられた。ジュコランブあれやな。まあ、前ですね。あ、出た出た出た。この勝利は極限を超えるための一歩として胸に刻んでおく。今度はキムカッファンのチームやね。テコンドーというものを見せてやるぞい。おお、これも新キャラですね。これキムの師匠なのかな。お、悪は許さんって言わないんや。だいぶでもいいよりも丸くなってきたってことかな。よかった。あ、まだか。そして
それじゃあ始めるか。ラウンド4レディーゴー。おりゃおりゃ、アオス、ここに一発で、ね、やられましたね。死の元で修行か。ギャラリーにアイテムが追加。帰ったら親父に稽古をつけてもらうか。オールストライク。このタンフールのチームやな。弟子二人をつけたんやね、多分ね。少しは燃えからでもよいぞ。ラウンド1レディーゴの秘密兵器なんだってな。だからどうした、あんたには関係ない。口の悪い新人だな。人のこと言えた柄じゃねえけど。草薙京、あんたのことは知っている。俺は力の加減が下手くそで、しょっちゅうじいさんに怒られる。頼むから死ぬ前に逃げてくれよ。おいおい、あのじいさんの弟子にまともなのはいねえのかよ。やっぱ弟子やったんやな。子供っぽいな、なんか。寝てる、寝ながら戦うみたいな、そういう感じか。扱いやすい、出やすいし、必殺技も。おい、嘘だろ、もう終わりか。がっかりだよ、あんた。オールストライク。マットってやつは新キャラかな。ああ、ラモンや。軽くいきますか、あのラモンやな。条件が飛ぶとこじゃなくなってるもんな。
極限竜、お主のすべてを見せてみろ。よし、相手にとって不足なし、気力全開、最初から飛ばしていくぞ、ダイモン五郎。望むところよ。ダイモンは今日のチームじゃなくてこっちに来たよ。これも新キャラやな。ナコロールでした。社長、いいとこだったのに。失礼します、大会の途中経過です。おお、どれどれ。ああ、なるほどね。現時点での視聴者数はなんと25億人を超えております。久しぶりの KOF 開催となりますが、過去の大会同様今回もハイレベルな大会となっております。おお、そうでなければ必死こいて開催権を得たりせんや。25億か、まだまだインパクトに欠けるな。決勝までに200億達成しろい。実はアメリカ国税調査局の推計では現在の総人口はおよそ70億人となっておりますが、いかがいたしましょうか。失礼だぞ常務。やはりチームを組まれた方が良かったのでは。無用な心配だ。定価内火を出すマジシャン風情などに負けるわけがない。ああ、俺が雇った専属チームがいるだろう。例のネス、ネフ、ネ、え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 、
ネスツのシルビーがどうか。ああ、あいつらのチームいいじゃねえか。決勝で俺とやり合うのはあいつらで決まりだな。しかも俺はあいつらより1億兆倍強い。とはいえ犬の映画で涙腺が緩むほどの年齢ですし、あまり無理をされては。失礼だぞ常務。しかし油断は禁物です。心配しすぎだ常務。俺はペットを捨てるやつと失敗症は嫌いだ。失礼しました。よし、そろそろウォームアップ開始だ。行くぞ部長。はい。はい、向こうもイオリがいるんか。マチュアとバイスとね、あの大会の主催者みたいなのがラスボスなのかね。強いぞ。やばいやばい。強くなってきてんな、だいぶ。うーわ、強い。めっちゃめっちゃ強い。いつも寝てる時に出てまうねんな、相手が。世界中に喧嘩売ってるような佇まいで。ヤガミ、お前友達いねえだろ。ごたくはいい。なるほど、調子良さそうじゃねえか。まずは貴様を焼き尽くす。死ね、草薙京。了解、サクッと燃やしてやるよ。
ああ、先にやられた。強い強い。やばいやばい、危ない。強くなってきてるな、やっぱり。だいぶ進んできてるから敵も強くなってきてるね。低ダッシュチームやな。それじゃあ始めるか。おお、やっぱ強くなってんな。ああ、出なかった。ダッシュ99から2001までの主人公でしたよね。
前に二度と姿を見せるな。オーダーセレクト。これは初めてのチームですね。新キャラチームみたいな。まあ、13やってないからな。13の新キャラとかもな、出てると思うから。うわ、なんじゃこりゃ。すげえ派手やな。チャリーパムパムみたいなね。パンチで倒す。なんかピエロチームみたいな感じやな。女性キャラか。そこまで一日勝つ時間がもったいない。おい、さっさと返事をしろ。こいつ相当痛いやつじゃないのか。世界配信中に堂々と八百長を持ちかけるとは、度胸がいいのかバカなのか。ち、納金野郎には理解不能か。まったくクソめんどくさい仕事だ。そっちの事情はどうでもいいが、オフィシャル選抜ってんだから相当楽しませてくれるんだろうな。対戦相手を楽しませるだと。理解に苦しい。頭がおかしいのか。おそらく頭部にダメージを食らいすぎだ。こういうやつは運営が事前に調べて不参加にすべきだ。クソも。何やこいつは。ボディがダメ。ゴリア。ゴリア。あのゴリア。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 じゃ。ゴリア。うわ、強いな。定外結局口だけだよ。砂遊びは砂場でやってろ。
おお、ボスクラスが出てきた。この順番がいいな。わあ、なんか山崎めっちゃ強そうやな。ジース、貴様のような奴には決して屈しないこの魂、これこそが極限流の神髄だ。おお、ならばその魂とやらを私に見せて、逸材のように。おお、すべての気力を叩き込む。かかってこい、無敵の竜。極限竜最後の日にしてくれるわ。ああ、これね、この大統領の石像ですね。あの大統領、アメリカ大統領の像というか。勝った。ああ、ジュースの曲になってたね。ああ、避けられた。よかった、危なかったね。これ確かイレブンで初めて出てきたキャラやった気がするけど、あ、そ、オズワルドか。オズワルド強っ。トランプ使うんですね、確かね。まあこっちではまだ2人いますからね。これ倒したら終わりかな。
一人か、向こうは。なんかミスターサタンみたいな感じやな。ミスターサタンのような存在感ですね。それじゃあ始めるよ。おお、何や、いきなりや。強くないんちゃうのかな。あ、やられた。確かに強いけど、3人やったら余裕で勝てそうですね。一人で倒すとなれば強いかもしれませんけどね、かなり。さらにラスボスがいたりして、さらにすごいラスボスが出てくるとかないかね。やっぱりなんかあるんや。さらにラスボスがいてもおかしくはないもんね。うわ、会場むちゃくちゃになってもうた。出てきた、なんか。少年は誰なんや。この少年誰なんやろな。ああ、これがラスボスなんや。さっき対戦モードでね、戦ったやつですね。バース。それじゃあ、始めるか。でも強いよな、確かにな。あー、やばい。あー、よくられた。
あーやられた。まあでも結構ダメージ与えたから。少しは燃えさせてくれよ。あーかん。うわ、強えな、こいつは、やっぱり。こいつは強えわ。桁違いやな。うわ、なんもできない。強いわ。これは桁違い。相変わらずだね。無視よ。なんや無視。はい。そうやね。メンバー変えてみるか。なんか化け物ですよね、完全にね。おお、バスターウルフが出たけど、当てられんかったやん。減らしたけどな。少しは燃えさせてくれよ。全然何もできない。強すぎるわ。これは強すぎる。
これはもうね、減らしてやるか。これにしよう。ちょっともう無理ゲー、無理ゲーのレベルの強さやから。ロバートはあれなのかな。Kダッシュ使ってみるか。ガラッとキャラ変えてしまいましたけどね。こっちは飛ぶんや、竜。まあ、勝ったけど、まあ、これは減らして倒したからね。あんた、調子に乗ってたやろ。人生そんなに甘くないで。上には上がおるもんや。はい。まあね、ちょっと体力、相手の体力を減らして勝ったから、ちょっとまあ、あれですけどね。ちょっとずるいですけど。勝った。テレビをご覧の皆様、我らがチャンピオンが見事に勝利しました。アントノフ社長は無事です。社長も無事です。ヘリの音が聞こえます。おそらく救助の舞台かと思われます。全世界の皆さん、我々は生きております。このような状況の中、キングオブファイターズをご覧の皆様、衝撃的な展開、激闘の末、新チャンピオンが誕生いたしました。それではスタジオにお返しします。 AMBC クレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしました。さようなら。でもパーティー変わってモテるからね、だいぶね。ギャラリーにムービーが追加されました。はい。これあれか、声優かな、
声優が書かれてるんだね、各キャラの。いやー、これは面白いですね、やっぱりね。よくできてるわ。いやー、これはすごいなー。キャラクターが豊富でいいですよね。何回でも遊べる感じやな。13やる前に先にこっちをねプレイしてね、13もやんなきゃいけないんですけど、13はね、まあ PS3 でね持ってますけどね、まだやってませんからね。で15は体験版でプレイしましたけどね。結構あれやな、スタッフロールは割と長めですね。 SNK は復活したってことですもんね。
2001年に1回ね、倒産してますけどね、プレイモアっていう会社が引き継いでね、復活したっていう感じですね。トロフィー、伝説の幕開け。New record. じゃあね、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタンとニコニコ動画をよろしくお願いします。ああ、ちょっとずつ増えるんですね。クリアしたりすることで。ギャラリーが。特典イラスト。歴代のあれですね、ゲームのパッケージとかがこうやってコレクションで増えていくわけですね。これまあコンプレートするのめっちゃ大変ですね、これね。これ確か2000のラスボスですよね。ギースでしょ、今日でしょ。はい、じゃあ終わります。